ここは一体。こんにちは。誰、あんた。私も同じ気持ちです。どうやら私たちは望まずしてここにいるらしい。それ片翼の紋章。え、この紋章をご存知なんですか。先に私が名乗りましょう。私は後宮リオンと申します。後宮、え、何。リオンです。理科の理に魚するの魚でリオンと読みます。珍しい名前でしょ。名前の珍しさなら。でもごめんなさい、私はあんたを知らないわ。道理でしょうね。私もあなたを知りませんから。そうじゃなくて、あんた誰。後宮家にあんたなんかいないわ。どうしてそう決めつけられるんです。あなたは当家と何か関わりが。私が後宮家の人間だからよ。それは。後宮家であなたを見たことがない。細切れにされたり朗読させられたり。次は何。今度はどこの魔女の余興なのこれは。エンジェ、私は後宮エンジェ、ルドルフとキリエの娘よ。え、エンジェちゃん。だってエンジェちゃんはまだ6つのはず。私が6つだったのは、六軒島で最後の親族会議があった。あ、なるほど。あんたが1986年の人間であることは分かったわ。私は18よ。そして1998年の人間。つまり12年後の未来のエンジェちゃん。納得してもらえて嬉しいわ。でも申し訳ないことに、私にあなたの心当たりがないの。あなたは誰。親は。父はクラウス、母はナツヒです。それはジェシカお姉ちゃんだわ。ジェシカは妹です。どういうこと。ジェシカお姉ちゃんは一人っ子じゃなかったの。説明するのは難しいですが、こう、あなたの知る世界と別の世界では、私も、後宮家の人間なんです。あなたの世界での私は、別の運命により別の人生を歩み、後宮家の人間として生きてはいないのです。あんた、魔女なの？残念ながら普通の人間です。今の話は、魔女のベルンカステルさんに教えられたことです。ベルンカステル？あの青い長髪の、ね、暗そうな顔した。ええ、多分そんな容姿だったと思います。つまり私はまた魔女の茶番に付き合わされてるわけね。ここは一体。私もさっき目を覚ましたばかりです。ここはどこでしょう。劇場に見えるわ。何かを感激しろってのかしら。今はそういう気分ではありませんね。出口を探しましょう。気づいてないの？
これ。え、あ、これは。いつの間に、誰がこんなことを。魔女の駒に落ちたら、永遠にあいつらのおもちゃよ。逃げられない。魔女の駒とは。あいつらの下僕みたいなもんよ。私は取引したの。家族に会いたい、あの日から連れ戻したいって。魔女はその可能性を与える代わりに私を魔女の駒としたわ。少なくとも魔女は約束を守ったわね。お兄ちゃんに会うことだけはできたんだし。バトラ君のこと？エンジェだと名乗ることもできなかったけどね。そしてそのささやかな時間と引き換えに、私は今もこうして魔女のおもちゃ箱の中から永遠に抜け出せない。どうやらあんたもそのお仲間のようね。何を契約したの？私は何も。何かを魔女に望んだんじゃないの？何も。私という存在がどれだけ奇跡であるか教えてもらいました。それだけです。いずれにせよ、私たちはここから逃れられない。さあ、魔女たち、今度はどんな余興を見せてくれるの？朗読の次は感激？今度は私が誰かの朗読を見るっていうの？ならば始めてちょうだい。私はとっくに退屈しているの。あの日に何があったかって教えてなんてあげないわ。へそでも噛んで死んじゃえば。この声は、あのババアよ。エヴァおばさんの声だわ。あの日に何があったかとは。1986年10月4日から5日の2日間、六軒島で最後の親族会議が行われた日のことよ。今日ですね。驚いたわ。あんたは1986年の10月4日から来たっていうの？教えて、一体この2日間に何があったの？今年も見事に咲いたもんや。これを手入れするのは大変だろうぜ。めでるだけの俺たちは楽なもんだ。同感ね。手入れしてくれる人たちに感謝しなくちゃ。
でもちょっと品がないのよね。兄さんが変に手を加える前の方が素敵だったわ。昔のも昔ので味わいがあってよかったわよね。うん、マリアバラ好き。トゲがなければもっと好き。うん。ひゃー、懐かしいな、このバラ庭園。この6年ですっかり忘れてたぜ。もうそんなになるんだね、このバラ庭園も。そしてバトラ君も本当に見違えたよ。あ、紹介するよ、使用人のカノン君。バトラとは初対面だよな。はじめまして。俺のことはバトラって呼んでくれよな。よろしく頼むぜ。今日はシャノンもいるぜ。一緒に遊んだの覚えてる？ああ、シャノンちゃん、すっしっかり忘れてたぜ。懐かしいな。元気にしてるかい？この6年でますます綺麗になったよ。後で挨拶するといいよ。シャノンはジョージお兄ちゃんと仲良しなの。うん。マリア、し、それは内緒な。それでは皆様、そろそろゲストハウスの方へご案内いたします。ジョージ君、申し訳ないけど、みんなと一緒にゲストハウスに戻っててくれるかしら。ごめんね。シャノン、子供たちをゲストハウスへ。私たちはこのまま親族会議に入ります。はい、かしこまりました。黄金の魔女、味な手紙をよこしてくれるじゃないか。碑文を解いてみろですって？ふざけたことを。あの黄金は私たちのものよ。部外者なんかに譲ってたまるものですか。あの黄金さえ見つかりゃ俺たちは全員ハッピー。誰も損がねえんだがな。行こう、みんな。ここからは大人の話だよ。やれやれ、ややこしそうな話だぜ。ほら、マリア、行くぜ。ベアとの儀式が始まったね。それでは皆様、ゲストハウスへご案内します。これは何でしょう。過去のゲームのいずれかの再演か、さもなくば新しいゲームでしょうね。どのゲームであっても10月4日はほとんど同じ展開だから。新しいゲーム、これまでの欠片にない物語ということですか。私たちを鎖で縛り付けてまで見せたものがすでに知ってるゲームのわけがない。新しいゲームだと考えるべきでしょうね。ならばゲームマスターがいるはず。それは誰？あいつ？ベルンカステル？私にはそうとは思いません。クレルはもう消え去ったはずなんです。新しい物語を紡ぐ必要性がないはず。ベアとのゲーム版なんてとっくの昔にショーワル魔女どもに乗っ取られてるわ。ベアとでさえあいつらのゲームの駒でしかない。一体これは何のつもりで、誰の仕業なんです。私たちに何を見せたいんだ。
あなたは知ってこの物語の真相を。いくつかの仮説は考えてるわ。でもどの説にも最終的な答えは出せない。真相はいつも猫箱の中。断定はできない。やっと自分の役目が分かった気がします。どういう意味？どうやらあなたは感激者で、私は解説者のようです。何を解説してくれるというの？私は、これから起こる事件の犯人を知っているからです。何ですって？普通に考えれば、何者かが私たちに碑文を解かせ、横取りを狙っているようにしか思えんがね。同感だ。先に解いたなら猫ババしちまえばいいだけの話。わざわざ俺らに解いてみろなんて挑発するかってんだ。使用人の誰かのいたずらだわ。あわよく黄金が見つかったらご祝儀におこぼれがもらえるかもしれないっていう、さもしい。当家の使用人の中にそんな人間がいるとは思えません。あるいは使用人のふりをして私たちの中の誰かが差し出した手紙だったりして。それを言ったら一番怪しいのはあんたでしょうが。マリアちゃんに一芝居打たせてあの手紙を読ませたんじゃないの？私はそんなことしないわよ。予算か、エヴァ。決めつけたらあかんで。今はみんなで結託して相談し合う時やないか。そうね。あの怪しげな手紙は私たちの結束を乱すのが狙いでしょうね。踊らされれば踊らされるほどベアトリーチェなる差出人の思うつぼだわ。キリエさんの言う通りだね。あのような手紙など初めから意に介さないくらいがちょうどいいのではないかね。私は最初からそうだと言っています。こんなの取るに足らないいたずらです。そうやな。まあ、おかしなクレームの一件や二件でびくついてたら飽きないはやってられんで。主人の言う通りだわ。こんな子供だまし、真面目に考えるだけ損だわ。本当に遺産騒動に絡みたい何者かなら手紙なんて遠回しなことをせず堂々と姿を現せばいいんだし。だな。俺たち以外に遺産を要求している人間がいると思わせておこぼれに預かりたいってやつがいるんだろうぜ。遺産問題に口を挟まない代わりに口止め料をよこせとか言い出すのかしら。それを言い出すならもう手紙に書いてるはずだわ。手紙の内容は碑文を解いてみろ、さもなくは全てをいただく、なる朝鮮。犯人はわしらに碑文の謎を解かせたい。それ以上でも以下でもないちゅうことやな。つまりよ、こんな手紙気にしたら負けってことだぞ。うん、同感。まるで推理小説のようなミステリアスな演出だったので、ついつい私たちも面白がってしまった我々も余裕がないね。しかし誰がこんな手紙を。腹立たしいことです。使用人じゃないなら私たちの中の誰かが書いたんでしょうよ。誰とは言わないけれどね。よしてよ。本当に私は知らないの。まあまあ、しかし手紙の言うことも一理あるっちゅうもんや。わしらは誰も彼も金が欲しいや。それもできたら今すぐや。それに異論があるものはおらんやろ。そりゃそうだ。金と愛はいくらあっても困らねえぜ。親父どもの遺産をいつ転がり込んでくるかわかるな。しかし碑文の黄金は違う。見つかれば直ちに山分けだ。ある意味
お父様の遺産以上に目の前にある金だわ。碑文の謎が解ければの話だけれどね。ここにいる皆さんも碑文の謎にはそれぞれ挑戦されたんでしょ。ここには出題者であるお父さんの血を引く人間が4人もいながら、それぞれがバラバラに謎に挑戦してる。効率的ではないと思わない？だな。俺たちはそれぞれが欲の皮を突っ張らせて単独に謎解きをしてた。しかし黄金発見時の分配等についてはもう俺たちの中で決着がついている。そして兄貴が次期当主であることを認めるってのか。それを引き換えに随分と吹っかけてくれたがね。私たちで協力して謎解きをしたら、あの碑文も解けるかしら。三人よれば文殊の知恵。それどころか私たちは七人もいるわ。お父様の遺産問題については私たちは今日おおむねで合意を得ているわ。余興のつもりで碑文に挑んでみるのもいいんじゃないかしら。せやな、一服のつもりでちょいとやってみるのもええんとちゃうか。バカバカしい隠し黄金などと。まあ、まあ、余興だと思ってよ。ゴーダさんに冷たいもんでも持ってきてもらおうぜ。一服しながらたまには兄弟水入らずで謎解きごっこをしてみようじゃねえか。うん、どうせ夜は長い。親父殿の寿命についてくだらない詮索をするよりよっぽど建設的だと思えるね。ゴーダさんに電話するわ。何か持ってきてもらいましょうよ。お茶とお菓子と、あと台湾の地図でも持ってこさせる。この指輪を受け取ってほしい。ジョージ様。君を生涯愛することを誓う。若い今だけじゃない。おいてお墓に入るまでの全てを愛し、君を幸せにすることを誓うよ。その言葉に嘘偽りはありませんか？ああ、ないね。僕には君を愛し幸せな家庭を作る絶対の覚悟と自信がある。その幸せな家庭とはどんなものですか？うん、それはとても幸せな家庭だよ。車と庭付きの家、そして飼い犬が一匹、庭には家庭菜園、子供たちが駆け回り、僕たちはバルコニーから微笑ましそうに見下ろすんだ。それが僕たちの未来の日曜日の。それは素敵な光景ですね。あの二人付き合ってるのかよ。しー、声が大きいって。マリアが起きちゃうだろ。そうか、そうだったか。言われてみればなんとなく今日もあの二人いい雰囲気だったしな。そうだよな、俺たちももう恋をする年頃だもんな。この6年で私たちは随分変わったぜ。ジョージ兄さんも昔は頼りない感じだったけど今は違う。それは思ったぜ。ジョージの兄貴随分と貫禄が出てたもんな。なるほどな。この6年は誰にとっても大きいぜ。だな。俺もこの6年いろいろあって正直六軒島のことはほとんど忘れてた。
私もバトラーのことほとんど忘れかけてたけどな。そりゃひでえぜ。懐かしいぜ。今だったらとても言えねえような恥ずかしいことをいっぱい言っちまったような。かぁ、思い出しただけで赤面しちまうぜ。シャノンはそそっかしいけど記憶力はいいからな。後でこっそり昔のバトラーの恥ずかしい黒歴史を聞いちゃおうっと。よせやい、6年経ってるぜ。さすがに時効だろ。親父の故郷が台湾大正町であることは誰もが知る事実だ。親父殿は今も時折台湾を懐かしんで槟榔を噛んでいるよ。若い日にタバコの代わりに覚えたらしい。でも鮎が泳ぐ川なんていくらでもあったと思うわ。鮎釣りの有名な渓流などいくらでもある。鮎なんて水さえきれいならどこにだって住んでたでしょうよ。お手上げだわ。お父さんが子供の頃に遊んだ近所の小川かなんかとちゃうか。アユっちゅうとるが案外船程度のことかもしれんで。あるいは何かの比喩かもしれないわ。川が水の流れる川とは限らないかも。水の流れない川と。何のことやら。キリエが言うのも一理ある。故郷を台湾と決めつけるのも、アユの川が水の流れる川と決めつけるのも、何もかも早計ってわけか。そう言われちゃお手上げやで。こら、考えれば考えるほどに難解な謎謎や。そうよ、これはきっと謎謎なのよ。キリエさんの言う通りだわ。頭を柔らかくして考えるべきなのよ。大正町に近い川っていうと淡水河かしら。あんた話聞いてるの？水の流れる川とは限らないって話をしてんでしょうが。その川が鮎の川だって保証はあるの？そうよね。ごめんなさい。まあ多分アユも泳いでたろうぜ。何しろ淡水の川だってんだ。淡水魚のアユが泳いでても不思議はねえだろうぜ。アユは淡水魚、アユの川で淡水の川、それで淡水魚かね。言葉遊びだな。面白い説じゃない。もう少し推理を進めてみましょう。川を下れば里あり。淡水河の河口には何て町があるの？淡水と書いてあります。淡水は観光で行ったわ。落ち着いた港町よ。夕焼けが綺麗だったわ。その里にて二人が口にした岸ってのがあったか。さあね、心当たりなんてないわ。やっぱり懐かしき故郷というのは台湾のことじゃないのよ。やっぱり小田原なのかもしれないわ。全ての可能性を否定するべきではないとすると、いや、私たちには碑文の一行目からすら
話がまともに進みやしない。静かにして、気が散る。絶対に台湾よ。お父様が台湾以外を懐かしいと形容するわけがない。それについてだけは私も同感です。お父様にとって今でも台湾は心のふるさとなのですから。一行目ばかりに固執するのも良くないわよね。私は他の行について検討してみるわ。第一の晩からをちょっと見てみることにする。俺もそうするぜ。鮎の皮は姉貴に任せて、その先を検討してみよう。第一の晩に鍵の選び師6人を生贄に捧げよ。ミステリアスね。わかった。話だね、エヴァ。説明したまえ。静かにして。岸もある、口もある。二人が口にするというのはわからないけど、でも里も岸も口もある。ここよ。絶対にこれが黄金の鍵の眠る里よ。落ち着くんや。どういうことかわしらにもわかるように説明してや。淡水泉。鮎の川というのは淡水線という名の鉄道のことだと。あ、鮎は泳いでいないと思いますが。見て、淡水線を下り方向に進んでいくと救命がキリガンって駅がある。ほら、漢字をよく見て。里がある、口がある、岸がある。ほんまや。里がある、口もある。川を下ればやがて里あり。確かに淡水線の駅名の中で里がつくのはその駅だけだな。なるほど、その駅名を暗示しているようにも見えるね。絶対にこれよ、間違いないわ。調べればいいのよ。二人が口にしの意味もきっとわかる。見て、これ地名のキリガンの里は口辺に里だわ。ということはキリガンは口辺が二つ、すなわち二人が口にし。すごいわ姉さん。これよ、間違いなくこれだわ。このキリガンという町のどこかに鍵が隠されているということでしょうか。どうかしら。ここまでの謎は言葉遊びに。だとしたら眠る鍵もまた言葉遊びの可能性が高いんじゃないかしら。同感だわ。第一の番に鍵は6人の生贄を選ぶのよ。つまり本当に鍵状の形をした何かとは考えがたいということだわ。面白くなってきやがったぜ。鍵の選び師6人を生贄に捧げよ。これから連想できる鍵を考えるの。そしてそれでキリガンという地名を噛み砕くのよ。私にはわかるわ。これはきっと言葉遊び。絶対に言葉遊びよ。考えて、みんな。面白いものだね。一人なら気の滅入るような雨でも、君と一緒なら涼しくて気持ちがよく感じるよ。そろそろ戻りましょう。
カノン君を待たせてますので。そうだね。僕もジェシカちゃんやバトラ君たちをだいぶ待たせちゃってるかな。懐かしいですね。お嬢様にジョージ様、バトラ様に私で、4人で遊んでいた頃もあったんですよね。あの頃も楽しかったですね。僕は今の方が楽しいよ。君を独り占めできるからね。ジョージ様ったら。ジョージ様？ん？ああ、ごめん。僕はね、未だにバトラ君にコンプレックスがあるんだよ。彼はルドルフおじさんに似て快活だし面白いし、何よりも元気だし、僕なんかよりよっぽど魅力的だ。彼と僕が並ぶと自分が霞むのがよくわかるんだ。そんなことはありません。ジョージ様は立派ですし魅力的です。バトラ様に何も劣るところなどありません。本当に？ええ、本当にです。実はね、今年バトラ君が戻ってくると聞いて、僕は最初嫌な。どうしてですか？6年前君と本当に仲が良かったのはバトラ君だった。僕は君ともっと仲良くなりたいと思っていたけれど、全く間に割り込むことなんてできない。指をくわえて見ているほかないくらいお似合いの二人に見えたよ。そうだったでしょうか。お似合いの二人どころか、私が一方的にバトラ様にからかわれてただけで。最高にお似合いの二人だったよ、間違いなくね。君たちは付き合っているに違いないと思うし。そんなことはありませんでした。ジョージ様の考えすぎです。僕は本当にみっともないね。今日君に指輪を渡すとき、断られるかもしれないと怯えた。どうしてですか？私がジョージさんの指輪を。どうしてこ。バトラ君が帰ってきたからさ。君は本当は今でもバトラ君のことが好きで、彼が帰ってきた今、僕は用済みなんじゃないかなって怯えたんだ。ジョージさん、これをご覧ください。私の薬指に輝くこの銀色の輝きです。これは何ですか？そうだよね、ごめん。僕は何を動揺しているんだろうね。6年ぶりの再会でさらにかっこよくなった彼にまた嫉妬していたんだろうね。情けないよ。ううん、いいんです。その気持ちはすなわち私を誰にも渡したくないというジョージさんの強い気持ちの表れなんですから。もし私の気持ちがバトラ様に移るのではないかと怯えるなら、そんなことを絶対に思わせないくらいに強く愛してください。私があなた以外の男性のことを考える暇なんかないくらいに。私だって怖いんです。私より魅力的な女性なんてこれからもいくらでも現れるでしょう。あるいは至らぬ私に愛想を尽かすこともあるかもしれない。生涯あなたの気持ちを私だけにつなぎ止めていられるか怖いんです。それを君が怯える必要はないよ。僕は君を生涯愛し抜く。私もそれを誓ったのに、バトラ様が帰ってきたら信じてくれなくなりましたね。私は後宮ジョージさんという素敵な方を射止めました。そして生涯私を愛すると誓わせ、それを誓う指輪をこうして送らせました。その指輪をこうして薬指に通した上で正直に告白します。うん。私は確かにおっしゃる通り、6年前バトラ様のことが
好きでした。多分ジョージさんより好きだったと思います。でもそれは6年前の話です。今の話ではありません。バトラ様へのその気持ちはこの6年間で整理され、思い出と一緒に過去へ決別したのです。今の私はあなたを愛するためだけに存在します。できたで、ほいっさ、ほいっさ。クワドリリオン、この島で船長と刻まれているのはあれだけよ。 K の10分の1で船長とはね、眉唾だわ。私たちの想像が正しければ、きっとあのレリーフの文字が仕掛けなんだわ。確かめればわかる話だ。誰が上がる？俺が上がろう、押さえててくれ。気をつけて、結構高いですよ。Q の文字を見てみて。どう？何か仕掛けがありそう？ん？ちょいっとガタつくな。やべ。どうしたの？何があったの？ビンゴみてえだぜ。見ろよこいつを。これ鍵だわ。どういうこっちゃ、ルドルフ君。これまさか他の文字も抜けるんか？ああ、そうみてえだ。どうやら俺たちのとんでも推理は外れていなかったらしいな。次に抜く文字は何だ？愛です。それから L。 頭からエグレというのは左から順にという意味に違いない。ルドルフさん、左から順に鍵を回してから抜くの。おうよ。これで全文字皆殺しだな。第9の番に誰も生き残れないってわけだ。どう？何か起こった？何かの手応えはあったが変化なしだ。どっかで隠し扉でも開いたのかもな。お、おい、あれを見てみ。動いたで。確かに動いた。みんな見て、ライオンの像の向きが変わってるわ。どういうことでしょう。ライオンの像に何か秘密は？違う、これはおそらくライオンの向いた方向を見よという意味だ。見たまえ、あのライオンの見る先を。あそこのライオンの向きも変わってるわ。どういうこと？バカね、あれは誘導してるのよ。ライオンの向く方へ行けという意味だわ。秘密の階段があったとは。納得だわ。お父様が誰も礼拝堂に近づけたがらないはずよ。
この仕掛けは一体いつからあったのかしら。地下道の感じからして相当の昔からだわ。おそらくお屋敷を作った時とほぼ同時でしょうね。多分碑文の謎も何十年も前から用意されていたのよ。まああの親父だから大抵のことには驚かねえつもりだったが。一体この階段どこまで続くのでしょう。こら、あの噂は本当かもしれんで。ほら、森の中のどこかに愛人を囲ってる隠し屋敷があるっちゅう話や。なるほど、この地下通路がそこまで続いている可能性は高いな。あの日のあのお屋敷にまでつながってるのかしら。どうやらゴールみたいよ。武骨な扉があるわ。何か書いてある。うん、こりゃビンゴだな。開く？開くわ。いい？開けるわよ。いよいよ黄金とご対面かね。そんなうまい話、ぜひ会ってくれと祈るばかりや。姉さん、開けましょう。開けるわよ。素晴らしい。すごいわ。200億円の黄金、本当に本当にあったんだわ。なんてまばゆい山なの。目がつぶれそうだわ。やったで、やったで。このゲームはわしらの勝ちや。みだりに触ってはなりません。お父様の黄金ですよ。あら、そう。じゃあお父様を今すぐ呼んできてちょうだい。今すぐここへ。茶番はとっくに終わってんのよ。夏姫姉さんよ、もうここからは白々しい話は抜きにしようぜ。ここにあるのは本物の黄金の山。俺たちも本音で語り合うべきだぜ。幸いにも私たちは今とても上機嫌で寛大だわ。おとなしく引っ込んでなさい。何これ、どういうこと。事件が起こる前に碑文が、それも親族兄弟全員によって解かれてしまうなんて。今までになかった展開ね。ベアトリーチェは碑文の謎を解いたら事件を起こさないと決めていたはず。そういうことにはなってるけどね。どうだか。起こらないはずです、事件は。断言できるの？はい、もう彼女のルーレットは決まったのです。これで彼女のゲームは終了です。終了ならどうなるっての？めでたくみんなで大金持ちになって、無事に親族会議はおしまい？私の家族は
中身がチョコレートじゃないインゴットをお土産に私のところへ帰ってきてくれるというの？これで全てがハッピーエンドだと？あの魔女どもがそんな甘い夢を鎖につなぎながら見せてくれるわけ？いるの？よせやい。気のせいだろう。誰かいるの？いるなら出てらっしゃい。ようこそ黄金の部屋へ。つまりあんたがベアトリーチェってわけか？いかにも。マリアに手紙を渡したのはあなたなの？いかにも。これは親父殿の差し金なのか？いいえ、これは私のゲームです。なら、そのゲームは私たちの勝ちだわ。こうして碑文の謎を解いて黄金を見つけたもの。あんたの挑戦にうちらは勝ったんやで。この黄金、わしらのもんちゅうことで間違いないやろな。いかにもその通りです。皆さんは碑文の謎を解き、見事にこうして隠された黄金を発見しました。このゲームは皆さんの勝ちです。この黄金はもはや私のものではなく皆さんのもの。潔いことだね。ねえ、あ、もし碑文の謎を私たちが解けなかったらどうするつもりだったの？後ろ宮家の全てを頂戴すると手紙にはあったぜ。後ろ宮家のすべての財産と、すべこの島に存在するすべてを私の好きにさせてもらうつもりでした。もし皆さんが碑文の謎を解けずに今夜を終えたなら、私は碑文に従い13人を殺す殺人事件を起こすつもりでした。なんですって？あの碑文を初めて見た時は思ったわ。まるで連続殺人を描いた推理小説に出てきそうだなって。そうね、あの碑文の通りに13人が次々に殺されたら、それはとてもミステリアスな事件になったでしょうね。お前一人にそれができるわけもありません。 いくら銃があっても13人も殺すなど、いくらなんでも。計画は入念に、そして何通りにも用意していました。皆さんが今夜から明日までに取りうる全ての可能性を想定し、そのすべてに対応できるミステリーをご用意する予定でした。今となっては披露はできませんが、それはそれは綿密に練られた愉快な密室殺人の数々を用意していたのです。ほんの数人なら銃で寝首をかくこともできたろうよ。だが
さすがに13人も殺せるわけがねえ。俺たちはそこまで間抜けじゃねえぜ。そのようですね。少なくとも第一の晩以前に碑文の謎を解かれるという想定は最も可能性の低いものだと思っていましたから。君にとっては私たちがここへたどり着くのはどうやら誤算だったようだね。いいえ、これすらも私の望んだルーレットの結果の一つ、そしておそらく皆さんにとって最高の結果を意味するでしょう。誰も死ぬことなく黄金を手に島を出ることができる。おめでとうございます。ゲームは皆さんの完全な勝利です。あなたの告白が真実なら、あなたは私たちを殺そうとしてたことになるわ。はい、そうです。こいつ、よくもシャーシャーと言えるもんだぜ。そこまで打ち明けた以上、我々が君を好意的に扱うとは思えないはずだが。覚悟の上です。私のことは煮るなり焼くなりお好きなように。皆さんが碑文を解けなければ、そうなっていたのは皆さんなのですから。これは大した…この姉ちゃん、大した肝っ玉やで。命を落とす覚悟があったからこそ用意したゲームでした。その結果を得られて私は満足しています。もはや殺されようとも、それも覚悟の上です。黄金は皆さんのものです。最初に発見した方に全てを差し上げるつもりでしたが、7人でいらっしゃるとは想定しませんでした。7人でどう分けるかは皆さんで決められるといいでしょう。私はそれに関知しません。それから、この時計の仕掛けも皆さんにご説明しましょう。皆さんは黄金だけでなく、この島のすべてを手に入れられたのですから。それはどういう意味かね。第8の晩までを殺人事件風に読み解いたら、確かに殺されるのは13人だわ。でも第9の晩にははっきりと誰も生き残れはしないと記されているわ。どういうことだ。こいつはつまり俺たちを皆殺しにしようって企んでたってことか。まさかその時計は。お察しの通りです。爆薬と連動しています。その仕掛けを用意したのはあなた、それとも後宮金蔵なの。仕掛けを作ったのは後宮金蔵です。この仕掛けこそが彼の狂気の魔力の源泉。な、何を言ってるのかさっぱりや。つまり親父は爆弾を用意してて、無一文になったらいつでも綺麗さっぱり自分ごと全てを吹き飛ばして死んじまう覚悟があったってわけか。後宮金蔵はこの島で黄金の魔女と契約し、しかし得たのは黄金だけではなかったのです。どういうことですか。まさかと思うけど、六軒島には旧日本軍の基地跡があるという噂話を聞いたことがある。まさか。ご検察の通りです。この島の地下には戦時中の旧日本軍の地下基地跡が眠っています。そしてそこには900トンの爆薬も眠っているのです。900トンやって。とんでも大量や。そない爆発したら想像もつかん。屋敷どころかクレーターが開くっちゅうもんやで。
専門家の推定では、直径1キロメートル、深さ数十メートルの大穴が開くとか。跡形も残らんな。この爆弾は特別な仕掛けで爆発します。私が今操作した、これが起動のスイッチです。この状態で24時を迎えると爆発します。もうすぐ24時ですわ。つまり残り何時間で爆発するというのではなく、24時ぴったりにしか爆発しない次元爆弾というわけね。いかにも、もうじき24時を迎えますね。もし爆発をお望みでしたら、このままにしておきますが。バカ言ってんじゃないわよ。解除しなさい。親父らしい仕掛けだぜ。俺たち子供は親父が悩み事をするたびに道連れにされてたかもしれないってわけだ。あのお父様ならあり得る話ね。この仕掛けももはや皆さんのものです。大爆発をお望みでしたらいつでもどうぞ。アホ抜かせ。誰が大爆発なんか望むや。半世紀も前の爆弾でしょ。本当に爆発するの？はい、もちろん爆薬も信管も健在です。試しましたから。試した？まさかあれか。そうか、やっとわかったよ。鎮守の社が跡形もなく消え去ったのはそういうわけか。いかにも半世紀を経て今なお爆薬が健在であるか、あの社で実験させていただきました。結果は皆さんもご承知の通りです。あの程度の量であの岩礁が丸々消え去るのですから、900トンもの爆薬があれば地図が書き換わるほどの爆発を起こすことは容易に想像できるでしょう。そんな爆弾を爆発させたら
確かに我々はみんな死ぬだ。しかし君はどうしたの？まさか私たちと一緒に心中するつもりだったとは思えん。この地下貴賓室は基地跡の地下通路に通じています。それをまっすぐ進めば島の反対側にある隠し屋敷、距離は約2km。そこまで逃げれれば爆発からも逃れられるでしょう。爆発の直前にそこへ逃れるつもりだったの？そうすることも可能というだけの話です。皆さんは信じないでしょうが、私は皆さんの誰も謎を解くことができず、すべてと共に心中するつもりでおりましたから。こいつ、あんたがどうかしてやがる。イカれてるのよ。考えるだけ無駄だわ。この女は、私たちがもし秘文を解けなければ、あそこの銃で、あるいはそこの爆弾のスイッチで、私たちを皆殺しにしたのよ。それだけは疑いようがないわ。その通りです。皆さんは誰一人犠牲者を出さないという最善の形でこのゲームを終えられたのです。敬意を表すると同時に、私があれだけ長い時間をかけて解いた謎を7人がかりとはいえ一晩で、それは称えられるべきです。私も君の潔さに敬意を表するよ。君の処遇はこれから考えるが、極力紳士的なものになるよう配慮するつもりだ。私のことはもうお気になされず、私は皆さんを殺し、自らも死ぬ覚悟をすでにしている亡者なのですから。そうそう、忘れていました。私に死に銭など必要ありませんので、これも皆さんにお渡しします。キャッシュカード？黄金の一部を現金化していました。それが入っている口座です。なるほどな。黄金の魔女のまさに魔法エネルギーっちゅうわけやな。いくら入っているんだね。詳しくは忘れました。でも10億以上は入っています。10億？そりゃ確かに魔法だぜ。そうね。それだけのお金でできないことはないでしょうからね。そうですね。人間の反魔法の毒素に最も強い唯一の魔法がこの黄金の魔法。ある意味このカードはインゴットよりも強い力を持つかもしれませんね。まったくだね。インゴットより現金の方が喜ばれるものだ。どうぞ。私にはもはや不要なものですので。気に入らないわ。何がですか？黄金の山を、はいどうぞ。爆弾も解除します。10億のカードもどうぞ。話がうますぎて気持ち悪いのよ。あんた、何か私たちを騙そうって企んでるんじゃないでしょうね。騙す気もありませんが、信じろとも言いません。
私はすべてを差し出し、すべてを明かしています。何を信じ、どうしようと。それはもう、新しい黄金の主である皆さんが決めることです。私の言うことを何も信じず、この場を立ち去ることさえ皆さんの自由です。エヴァ、彼女が嘘を言っているとは思えんね。なんでそうだってわかるのよ。こいつの余裕が気に入らないのよ。まるでもう全てに勝利したかのようだわ。私、今ふと思ったの。爆弾のスイッチとかいうの、オンとオフが逆じゃないの？それ、どういうこと、姉さん。さっきその女は爆弾を解除すると言ってそのスイッチをいじったわ。実はその時、スイッチを入れたんじゃないの？そう思いでしたら、どうぞその時計のスイッチを入れ、あと1分で、24時。真実は時計が教えてくれます。なんですって？おい、どうすんだよ。今爆弾はオンなのか、オフなのか。彼女が嘘を言ってるとは思えん。今が解除だ。押すべきではない。でも気に入らないのよ。なんでこんなに素直なの、こいつ。なんでこうも、はいどうぞ、はいどうぞってなるの。こいつは私たちを騙して時間を稼いでるのよ。24時になるまで時間を稼いで私たちを道連れにするつもりだわ。そのスイッチはどうなってるの？オンかオフか分かる形状なの？おい、白状しろ。どっちがオフなんだ？左が、今がオフです。バカルドルフ！その女が正直に言うはずがないでしょ。逆よ、逆に決まってるわ。右がオフなのよ、そうに違いない。もう時間がないわ、姉さん。よせ、エヴァ。スイッチをいじるな。今がオフだ。エヴァさん、その手を離しなさい。私も同感よ。今がオフだ。もし私たちを爆弾で殺すつもりなら、彼女は爆弾の話を告白しなかったはずよ。私を騙そうったって。5、4、3。これで信用していただけましたか？このー通帳と印鑑はカードだけじゃ引き出せないわよ。暗証番号で引き出せます。8桁です。ちょっと待ちなさいよ。今書くから。これで私から皆さんへ伝えること、もう私は自ら何も喋りません。役目をすべて終えましたので。
Thank you.